1971年発売のシャープ L-81970 年12月発売のシャープ L-8 シャープの L-8 は量産型携帯電卓の中で最も早く製造されたものの一つでありシャープにより作られた初めての携帯型電卓でもある1971年初頭に発売されたこの電卓はシャープの QT-8DE と QT-8B の小型卓上計算機をベースに同じ論理回路を使用していたが、はるかに小さなケースに収まるように再設計されていた。L-8 以前のほとんどの電卓は卓上での使用を目的としていた。L-8 の前身であるバッテリー駆動の QT-8B はコンパクトな卓上計算機の携帯型に過ぎなかった。L-8 ははるかに小さく、 片手での使用に十分な大きさだった。バッテリー付きで長さ6.46インチ幅4.02インチ、厚さ2.76インチ、重量1.59ポンドである。まだ大きくてポケットには収まらなかったが、ポケット計算機の開発に向けた重要な一歩であった。電卓の当初の価格を示す広告 L-8 の日本での当初の価格は84,800円であった。 1971年の米国の小売価格は345ドルで2010年換算で約1850ドルに相当した。L-8 の動作と性能は、その論理回路がロックウェル製の同じ大規模集積回路のセットを使用しているため、全身の計算機である QT-8D 及び QT-8B と同じである。同様に、組み合わせたキーを含むキーボードも、 同じレイアウトで、次期リードスイッチも採用されている。ディスプレイは、QT-8D と同様に9つの管が付いた8桁のフロリダディスプレイである。8桁のデジタル管と、マイナス記号とオーバーフロー表示用の追加の管が一つある。QT-8D と同様に、チューブは、伊勢電子工業のイトラン管であり、特徴的な手書きの数字の形と半分の高さの例を備えている。 ただし、QT-8D とは異なり、L-8 数字間は数字を形成するための8つの部分しかなく、L-8 の追加の管はディスプレイの右端ではなく右上隅に配置される。別のランプが電源の表示として機能する。Sharp L-8E トラン VFD 間電力は統合された充電式バッテリーパック、または外部バッテリー充電器によって供給される。 これは AC アダプターとしても機能し、計算機を AC 電源で動作させることができる。バッテリーパックは直列に接続された6個のニッケルカドミウム炭酸電池が含まれており、合計電圧は 7.2V で、初代のバッテリーの総容量は 450mAh である。現在のニッケルカドミウム炭酸電池ははるかに大きな容量を持っている。 初代のバッテリーでの寿命は約3時間で、平均電力使用量は約1ワットである。バッテリー充電器は8.7および 9.6V の電圧で、合計入力電力定格は約 3.2W で電卓の充電に電力を供給する。シャープ NRA 充電バッテリー L-8 のバッテリーパックは QT-8B のものよりもはるかに小さく、 これは L-8 のサイズと重量を減らすために重要であった。ただし、これらの小型バッテリーは容量がはるかに少なく妥当なバッテリー寿命を維持するために電力使用量を大幅に削減する必要があった。これは特にディスプレイなど電子機器の様々な改良によって実現された。QT-8B のディスプレイ感は個別のトランジスタによって動く。 必要なトランジスタ数を減らすため、一度に一つのチューブだけが点灯し、回路は管を急速に循環する。管から管への素早い切り替えには、大量の電力を吸収する負荷抵抗器が必要である。L-8 では、ディスプレイ管は複数のトランジスタを含む集積回路によって駆動され、すべての管が常に点灯する。スイッチングも負荷抵抗も不要なので、 消費電力が大幅に削減される。さらに、QT-8B の各管はほんの少しの時間しか点灯しないため、妥当な平均軌道を得るために、管には瞬間的な高輝度が必要である。そのため、管は高電圧で動く必要があり、別の高圧電源を必要とする。L-8 の管は常時点灯しているため、それほど明るくする必要はないため、 駆動電圧を低くすることができ、個別の高電圧電源は必要ない。L-8 はディスプレイの改善に加えて、QT-8B よりも論理用に効率的なクロックジェネレータ回路を備えている。これらの変更もあり、L-8 の消費電力は QT-8B の3分の1未満に減少した。シャープは L-8A というバッテリーが付属しない。 L-8 も製造した。これは1971年に米国で約300ドルという低価格で提供され、これは2010年の1600ドルに相当する。このバージョンにはバッテリーがないため、多少軽量で電源に AC アダプターが必要である。電源コネクタも少し異なり、追加の接点がある。シャープは自社の L-8 及び L-8A に加えて、 スウェーデンのオフィス機器会社、ファシット及びその子会社、アドムけに L-8 の OEM バージョンを構築し、フォキット1111及びアド X9364 として販売した。これらの内部は L-8 と同じだが、大文字と小文字が異なる。ある資料では L-8 の製造は1971年1月とあり、他の資料では1970年11月とある。 ありがとうございます。